ウィリアムズ巡弾尺は、イギリスの巡弾尺位。ウィリアムズ製のものがジョイされた、巡弾尺位は20あり、8つがイングランド巡弾尺、3つがグレートブリテン巡弾尺、9つが連合王国巡弾尺くらいである。カーナーボン州における、ベイノールのウィリアムズ巡弾尺は、ウィリアム・ウィリアムズが1622年6月15日に、イングランド巡弾尺としてジョイされたのに始まる。 六代順弾尺は、カーナーボン選挙区選出の庶民議員議員だったが、1696年の彼に死去と共に廃絶したドーセット州における、マーンハルのウィリアムズ順弾尺は、エドムンド・ウィリアムズが1642年4月19日に、イングランド順弾尺くらいとして除位されたのに始まる。1680年の二代順弾尺の死去により、廃絶。 ケント州におけるミンスターのウィリアムズ巡弾尺は、ジョン・ウィリアムズが1642年4月22日にイングランド巡弾尺くらいとしてジョイされたのに始まるが、1669年の彼の死で廃絶。モンマス州におけるランジビーのウィリアムズ巡弾尺は、トレバー・ウィリアムズが1642年5月14日にイングランド巡弾尺くらいとしてジョイされたのに始まる。彼は、 モンマス選挙区選出の庶民委員議員を務めた。2代順弾尺も3つの選挙区から選出されて、庶民委員議員を務めた。1753年の5代順弾尺の死去により、廃絶。ブレコン州におけるガーネベットのウィリアムズ順弾尺は、ヘンリー・ウィリアムズが1644年5月4日に、イングランド順弾尺くらいとしてジョイされたのに始まる。彼は、 ブレコンシャー選挙区選出の庶民委員議員だった。二代順弾尺は、ブレコン選挙区選出の庶民委員議員だった。1695年頃の三代順弾尺の死去で、廃絶した。コーマオレ州におけるペンリンのウィリアムズ・バークリー、順弾尺は、グリフィス・ウィリアムズが1661年6月17日に、イングランド順弾尺くらいとしてジョイされたのに始まる。詳細は、 ウィリアムズ・バークリー順弾尺を参照。ケント州におけるエルザムのウィリアムズ順弾尺は、チャールズ1世とジェームズ2世の G だった、トマス・ウィリアムズが1674年11月12日に、イングランド順弾尺としてジョイされたのに始まる。彼は後に、ウェオブリー選挙区選出の庶民議員にもなった。2代順弾尺は、ケントのハイシェリフやハートフォードシャー選挙区選出の、 庶民委員議員を務めた。彼の委員が順断尺位を継承したが、エルハムの土地は、娘と娘婿のトマス・シモンズに相続された。四代順断尺と五代順断尺は三代、順断尺の子だった。1804年の五代順断尺の死去で廃絶。ロンドン州における、グレーズインのウィリアムズ順断尺は、ウィリアム・ウィリアムズが1688年7月6日に、 イングランド順断尺としてジョイされたのに始まる。ウィリアムズ・ウィン順断尺を参照。カーマーゼン州におけるエドウィン・フォードのウィリアムズ順断尺は、ニコラス・ウィリアムズが1707年7月30日に、グレート・ブリテン順断尺としてジョイされたのに始まる。彼は後に、カーマーゼン選挙区選出の庶民委員となる。1745年の彼の死去と共に廃絶した。 ノーサンプトン州におけるクラプトンのウィリアムズ順断尺は1747年4月4日にグレートブリテン順断尺として除イされたのに始まる。2代順断尺はニューショアハム選挙区選出の庶民委員議員だった。1784年の3代順断尺の死去により廃絶。フリント州におけるボドエルイザンのウィリアムズ順断尺は ジョン・ウィリアムズが1798年7月24日に、グレート・ブリテン順弾尺としてジョイされたのに始まる。彼は、フリント・シャアのハイシェリフを務めていた。また、上記のグレーズ・インの初代順弾尺、ウィリアム・ウィリアムズの次男のひ孫にあたる。2018年に9代順弾尺が死去したことにより、廃絶した。カーズのウィリアムズ順弾尺は、軍人で、 キャルネ選挙区選出の庶民議員である、ウィリアム・ウィリアムズが1856年7月18日に、連合を順断尺としてジョイされたのに始まるが、1883年の彼の死去で廃絶した。カー・ヘイズ・バーン・コース、スコリアーのウィリアムズ家の紋章コーンウォール州における、トレギュローのウィリアムズ順断尺は、コーンウォールの最高業で有名な富豪カー・ヘイズ・バーン・コース、 スコリアーのウィリアムズ家のヤンガーさんである、ウィリアム・ウィリアムズが1866年8月4日に、連合王国順弾者としてジョイされたのに始まる。彼は、コーンウォールのハイシェリフだった。2代順弾者は、トルーロー選挙区選出の庶民院議員だった。2019年現在も現存。シティオブ・ロンドンのウィリアムズ順弾者は、 ジョン・ウィリアムズが1894年10月30日に連合王国順弾尺としてジョイされたのに始まる。1926年の彼の死により廃絶した。メリオネス州におけるキャステール・ダードラス・ボーのウィリアムズ、順弾尺は、オズモンド・ウィリアムズが1909年7月28日に連合王国順弾尺としてジョイされたのに始まる。 彼はメリオネスシャ選挙区選出の自由党の庶民委員議員でメリオネス党官も務めた。2012年の2代順弾尺の死去により廃絶した。ドーセット州におけるブライズヘッドのウィリアムズ順弾尺はウェストドーセット選挙区選出の保守党庶民委員議員ロバート・ウィリアムズが1915年2月9日に連合王国順弾尺としてジョイされたのに始まる。 2019年現在も現存。アバディーン州におけるパークのウィリアムズ巡弾尺は、ロバート・ウィリアムズが1928年6月29日に、連合王国巡弾尺くらいとしてョ位されたのに、始まる。1938年の彼の死去により廃絶。カーマーゼン州におけるグリングルのウィリアムズ巡弾尺は、エヴァン・ウィリアムズが1935年7月10日に、 連合王国順談尺としてジョイされたのに始まる。1959年の彼の死去で廃絶。カーナーボン州におけるキルゲレントのウィリアムズ、順談尺は、保守党の政治家、ハーバート・ウィリアムズが1953年7月3日に、連合王国順談尺としてジョイされたのに始まる。2019年現在も現存。カーマーゼ州におけるラネリーのウィリアムズ順談尺は、 カーマーゼンシャー投官だったジョージ・ウィリアムズが1955年に連合王国順弾尺としてジョイされたのに始まる。1958年の彼の死去により廃絶。ありがとうございます。